ちの卓球チャンネル始まるよ。はい、ということで、はい、ミエリーナの画角オンリーの、はい、動画第2弾、はいはい、よろしくお願いします。まあ、前回は試写会という知事だったんですけど、はい、今回はミエリーナの、まあ、練習、ガチ練習をちょっと撮りたいと思います。はい、これ見しても大丈夫ですか？はい、ガチ練習、はい、今日は特別に頑張りたいと思います。なるほど。いつもはこんな頑張んないけど今日は特別よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも頑張ってください。はい、よろしくお願いします。これ卓球練習でいいですか？はい、はい、よろしくお願いします。どういった練習法になります？どうしよう、今考え中なんですけど、うん、追い込みの練習をしたいので、ほう、ちょっとフットワークの練習と、まあ、技術の練習も少ししようかなと思います。試合前なんですか？はい、あ、試合前の追い込みの時にやる卓球練習っていうテーマでいいですか？はい、あ、なんか試合前2週間ぐらいなんだ今。なるほど、2週間前くらいなんで、だいたいね3日前とか4日前とかにやるとハードワークになっちゃうから、ちょっと10日以上空いてれるぐらいの追い込み、追い込みでやりましょう。やります。何やりますか？どうしよう、じゃあ最初はフォア回り込み。めっちゃ追い込みますね。フォア回り込み、フォア回り込みで、上回転のボールですか？上回転で、はい、30本、2セット、30往復ってことですか？30本、ということは15往復ってことですか？2本で1だから1、2、3、4でお願いしたいです。あ、連続ってこと？うん、すごい。それはすごい。そうじゃないですか？じゃあお願いします。チャンネル登録よろしくね。ちょっと出し方の伝授していいですか？俺追い込んでる、うん、なんか自分じゃなくてまさかに追い込んでる。僕が追い込んでる。見えるよ、うん、いや、なんかもう自分を追い込んでる。俺が俺を追い込んでる、うんうん、あ、違う違う違う、見えるの追い込みなの。ミエリを追い込んでほしい。ミエリの一生懸命を感じながらってことですか？そうかも。わかりました。それでお願いします。はい、すいません。びっくり。じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、これは違う、ちょっと違う、ちょうどいいから、ちょうどいいぐらい、じゃもう少しハードだよ。あ、そうぐらいで、じゃあまあ冗談これにして、はい、お願いします。
これ今何を意識してますか？意識は足を大きく動かしすぎないようにしてます。なんか歩幅がなんだろう、コンパクトで、なんか歩数ちょっとだいたい 1,2 歩でいけるのに、あえてなんか3つ4つステップしながら動いてるように見えたんですけど、はい、それもあえて、あえてなんか結局フォア回り込みなんてやんないし、試合でだからなんか足を動かす、細かく動かしてそれで合わせたいので、足を、あ、なるほど。じゃあもうこれはもう試合のシチュエーション練習というよりは、まあウォーミングアップというか、ちょっと体力つけるための、足を動かせるようになるための練習ということで、極力ポン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 って歩数をたくさん使って動くっていうのをテーマにやってるってことですね。はい、あとはもう卓球なんで一生懸命、ミスしても関係なくね、30球頑張ると、全部一生懸命。あともう1セットですか？はい、はい、いけます。はい、お願いします。どうですか？これだいたい必ずやってる。はい、試合前はやります。ちょっとドライブ強めのボールにして、ちょっとカウンターチックのボールタッチを意識した、フォア2点ってことですね。いいですか？じゃあ次は、次は次どうしようかな。チャンネル登録よろしくね。ドライブしてる。え、ちょっと鋭すぎた。判断判断せずに低いのも高いもミート落ちっていうのが追い込みなの。いや、ちょっと思ったより鋭かったっすね。はい、じゃあいけると思うんですけど。いきます。一応台から出したの。え、
次から切り替えていきましょう。1本目だったんで追い込みですよね。そうそう追い込みですよ。はい、よろしくお願いします。一番嫌いな練習、はい、自分が攻めるの苦手だからこれ嫌いですね、うん、まあ途中ちょっと一瞬折れてドライブ一本で、はい、でもあれは、まあ、入れようかも一瞬の判断。それがだからネガティブな入れようじゃなくて試合で大事な気持ちを一歩入れることが折り込む。あ、リアルのね。リアルの、あ、一回だから入れようになっちゃうけど、でも立て直すことが大事。あ、なるほど。大事だから途中であえて一回弱気を入れる。そう、もう半分以上いったら一回弱気を入れる。後半って弱気になっちゃうじゃないですか。確かに。そこで弱気になっちゃった、あ、ダメだって思ったら切り替えて打つことが大事っていうシチュエーションを今練習の中からもう始めてるんで。はい、リアルです。そういう感じですね。他はもう一回なんですけど、まあ今日は伝授ということでこんぐらいにして、バイバーイ。